どうですか？めちゃええやん。めちゃええですか？めちゃええやん。キャメルとインディゴは最強の合わせじゃないですか。もう僕の一押しです。こんばんは、バースデーのおめばです。このバースデーチャンネルですね、福岡市中央区大名にあるセレクトショップバースデーの、チャンネルとなっております。内容としてはですね、洋服紹介、まあスタイル紹介だったり、香水のサノマだったり、 e バイクのアルゴン、スーパーセブンティースリー、こちらの、走行動画だったりですね、そういう風なのを紹介しているチャンネルとなっております。でですね、今日は洋服のブランドのレタス、こちらからですね、最後のデリバリーが入ってきました。よいしょ。もう終わっちゃいましたね。悲しいね。あ、寂しいですね。まあ、2ヶ月ぐらいのもうちょっとフィーバータイムだったんですけど、そうね。はい、もう僕たちもオーダーしていただいてみるとどんどん入ってきてですね。最高やった。はい、楽しいひとときがもう終わっちゃいました。で、まあその最後に入ってきたアイテムが、ちょっとですね、あの、軒が少し遅れてたんですけど、それがやっと入ってきたので、そいつを紹介していきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、まあこういう風にファッションの紹介とか、まあいろんな紹介していきますので、ぜひ気になる方はですよ、チャンネル登録とグッドボタンして、他の動画もチェックしてください。それでは、洋服の方を紹介していきたいと思います。じゃあですね、今日僕が紹介したいのは、レターズこんだけあるんですけど、まあどれも以前ですね、紹介してるので、気になる方は概要欄からぜひご覧ください。はい。で、あ、それか、映りました？さっき映ったんじゃないですか？紹介したいのが映ったんですけど、どうですか、皆さんどれだと思います？まあこの中ですね、もう紹介しないのが実際あるんですよ。これかな、これこれですか、これかですか、ですか、もうちょいもうちょいもうちょい、これじゃ、あー、こいつですね、これですね、こちらのウエスタンプルオーバーのデニムシャツでございます。前ですね、僕があのプルオーバータイプのあの寝るシャツ、こちらを紹介してるんですけど、それと同じ形ですね、それのデニムシャツバージョンでございます。これいいですよね。まあ、デニム自体は、まあ、ちょっとパンツに比べると少しライトオンスめのデニムを使ってですね、かなり加工をウォッシュだったりシェービングなので色を落としております。まあまあですね、こいつの、まあ、アイテムの紹介して、今日はですよ、スタイリングをこれから今の時期ですね、今の時期着たいスタイリングと、まあ、僕のおすすめのですね、こういう風に着たらかっこいいんじゃないかっていうスタイルと、男臭いスタイルとかですね、いくつか紹介していきたいと思うので、最後までぜひご覧ください。ものをちょっと見てもらいましょうか。色落ちがいいよね。そうなんですよ、うん、落とし方が非常にいい。で、まあこの縦落ちの仕方だったり、この濃淡の出方だったりとかですね、非常にかっこいいですね。うん、なんか使い、本当に使い込んだような色の落ち方ですね。そうなんですよ。で、今回ですね、プルオーバータイプはですね、ボタンがこういう風にね、あのメタルのスナップボタンとなっております。ウエスタンカットのタイプはですね、スクエアのボタンなんですけど、こういう風にシャツの形によって若干変えてますね。で、ジップはこちらタロンのジップで、結構ヴィンテージっぽい感じの風合いに仕上げております。なんか本当なんか古着とかのああいうプルオーバーのシャツにイメージは若干近い感じですね。ちょっとゆったり目で着ていただいてと、うん、でバッグはこういう形ですね、うん、ウエスタン欲が入っております。そして裾の方はですね、こういう風にカットオフ仕様になっております。で、ステッチをちょっと1本入っているので、これ以上はほつれないように、こういうことですね、 なっております。いいね。だ、こういうのとか、ね、気が利いてますよね。うん、はい。じゃあですよ、まずはこいつのスタイリングを1つ目紹介していきますね。どうでしょうか。あー、いいね。まあもう本当、今日着てたジャンプスーツの上から着てるんですけど、まあこれぐらいのゆったり感です。なるほど。これでサイズは S サイズ、この感じなんですよね。サイズ感結構緩めだね。あと丈が長い。そうです、うん、丈も長くて身幅も緩めでございます。おー、いい感じっすね。なので、まあ今日はロンティーと中にまあシャツみたいな感じにはなってるんですけど、なんかパーカーとか、なんなら冬手前とかニットとかですね、そんなところも上からでもいけるぐらいのサイズ感ですね。やっぱハーフジップがゆえに、なんかこう見え方がこうデニムシャツなんやけどさ、はいはい、イメージするデニムシャツとは違うね。まあそうですよね。なんかこうあの特有の男臭さっていうのもちょっと少なめになってるような、うん、さらっとした感じですね。ちょっとこうスタイリッシュな感じ。そうなんですよ。かっこいい。で、これ僕おすすめの使い方があってですね、はい、これですね、こちらこちらです。以前僕が紹介しているコンチョベルト、おこちらですね。これをですよ、
こいつですよ、これ巻いていくだけですよ、うん、嬉しそうに。これが結構僕好きなこれ使い方でして、上からベルト巻いていいんですか？そうですよ、腰に巻くだけじゃなくてウエストに巻いちゃってください。ウエストに巻いていいんですか？そうですよ、こういう風ですよ、ウエストをキュッと絞ってあげると。どうですか？めちゃええやん。めちゃええですか？めちゃええやん。これが僕すごい好きな使い方で、あ、いいね。そうなんですよ、かっこいいね。で、身幅とかもあるし、丈も長い分こう絞った時にですよ、ここがクシュクシュっとこうラインが出てかっこいいわけですよね。そうね、うん、ウエストに絞るのがやっぱいいんですか？そうですね、やはり人間のこの体上、ここウエストが細いところあるじゃないですか、くびれてるところが、うんうんうん、まあ、この辺でこうある程度絞ってあげる方がラインが出て綺麗になりますね。なるほど、うん、で後ろちょっと見せて。後ろはこんな感じです。ああ、いいね。下に引っ張ってあげた方がいいんかな？そうですね、ある程度ちょっとこうたわませるぐらいの感じの方が、なるほどなるほど、なんか見え方はいいんじゃないでしょうか。こう絞ってる感じが出ていいですね。なのでこのベルトはですよ、まあ、以前紹介してるんですけども、こうですね、ウエストに巻くなり、まあ普通に腰に使ってあげてもいいですね。こうちゃんと腰のベルトとして、なるほど、でもいいわけでございます。はい、いい感じですね。これがまずまあ最初の着方でした。そしたら次のスタイリングいってみましょう。おい、どうでしょうか。おー、いいね。今回はちょっと男臭い感じにデニムとデニム、いわゆるデニムオンデニムですね。いいですね、スタイリッシュだね。そうそう、レターズのデニムオンデニムはですね、まあ、こっちレターズのパンツなんですけど、うん、男臭さもあるんですけど、スタイリッシュなんですよ、さっき竜星さんが言ったみたいに。なんかこう、やっぱラインが出るパンツってやっぱいいよね。俺もやっぱよく履いてるけど、まあ、細いけど細すぎない、うん、まあ、緩すぎず絶妙なゆとりもある細身のパンツレターズ、こちらも以前紹介しておりますのでぜひご覧ください。これいいですよね。なんかこう、ほんとデニムオンデニムとかっていうと結構こうなんか土臭さのイメージもあるじゃないですか。そうだね、そういうことも全然ないスタイリッシュなデニムの合わせでございます。2つも今季のやつやん。そうですね、で上下さ、やっぱ色が若干違うっていうところがやっぱこう、相性がいいよね。いいですよね。で、それこそ差がありすぎないじゃないですか。そうね、全く一緒でもないし、近すぎず遠すぎず、なんかこう上下できてもそんなに違和感がない。確かに、むしろかなり相性がいい合わせですね。うん、なのでそれこそですね、まあ、キャメルのブーツだったりとかですよ、今季で出たアイボリーのブーツとか持ってる方はデニムデニムで合わせてほしいですね。こういう感じ、春っぽくないですか？なんか結構デニムオンデニムってすごくハードな印象やん。うん、そうけど、それがまたおしゃれに着れるデニムオンデニムっていうね。そうです、うん、レターズのいいところですね。やっぱその通りでございます。まあこういう風にですね、お持ちのデニムパンツとも非常に相性よく合わせてますね。うん、はい、じゃあそしたら最後、僕がおすすめの今年の春夏したいスタイリングをご紹介します。はい、こちら僕の一押しの春スタイルでございます。アースカラースタイルやね。そうですね、もうアースカラーふんだんに使っております。素晴らしい。はい、そして小物とかはブラックで統一してるので結構ここでバランスを取ってる感じでございますね。引き締まるね。いやもう間違いです。で今回ですよ、まあ、アースカラーに加えて、まあ、僕が好きなこういう小物の使い方ですね。はい、こちらウエストを絞りアクセントをつけ、ベルトが黒なので足元もあえて黒で合わせております。僕好きなのがこうキャメルのパンツですね。この合わせがすごい好きで、うん、なんかこう色味がやっぱ春っぽさって出るじゃないですか。で、まあ、明るすぎず、何でしょう、そういう風にちゃんと差しも出せるようなですね、絶妙な色合いのパンツです。これとデニムの相性がすっごいいいんですよね。間違いないね。でそれこそ、まあ、フライトジャケットを着て今時期の今ぐらいの季節の、まあ、スタイリングなんですけどもですね、もう少し暖かくなってくると、まあ、こうなるわけですよ。こういう風にですね、はい、ヌックレも、まあ、してた合わせではあるんですけど、まあ、これがやっぱりかっこいいです。
安定ですね。安定です。キャメルとインディゴは最強の合わせじゃないですか。うん、デニな、もう昔からさ、はい、俺も高校生の頃からこの合わせって鉄板やと思ってたもんね。あもちろんさ、はいはいはい、買うアイテムは全然違うよ。あやっぱ中高生の時はね、もう本当どうしようもないものを買ってましたけど。うん、でもこの合わせってやっぱなんやかんやかっこいいもんね。いや間違いないです、まあ、色の合わせがもうやっぱ一目で分かるじゃないですか、いいっていうのが。そうね、うん、まあほんとデニムパンツがインディゴだったらブーツもキャメルにしたりとかするじゃないですか。そうだね、まあ、ほんとその感覚でキャメルのパンツにインディゴ、もう僕の一押しです、一押しです。ぜひですよ、このキャメルのパンツを、まあ、ご購入いただいている方は合わせてこういうデニムシャツもぜひ持っていていただきたい、そういうアイテムとなっております。なのですよ、キャメルのパンツ持ってない人はですよ、デニム持ってるじゃないですか皆さん、一本はインディゴデニム持ってると思います。そういう方もぜひ上下でデニムで合わせてみてください。めちゃめちゃかっこいいです。まあ今年の春とかですね、春と言わずシーズンですね、夏以外はがっつり使えるアイテムなので、ぜひ一個デニムシャツまだ持ってないよという方は検討してみてはいかがでしょうか。特にですよ、デニムシャツプルオーバータイプ持ってないと思うんですよ、そういう方もぜひスタイリングに取り入れてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあですね、今回ご紹介したアイテムはすべてバースデーのオンラインストアの方だったりインスタグラムなどに掲載しておりますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。チャンネル登録まだ済んでない方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。